はいどうもひげちゃんでございます。いきなりのドアップで申し訳ございません。ということで私、長距離トラック運転手がですね、2023年に行った国道飯、はい、まあ、下道でね、いただける飯をちょっとねご紹介していこうと、大ボリュームの飯をたくさんご紹介していこうと思います。価格等は当時のものでございます。その辺はご理解ください。というわけで行ってみましょう。はい、ということで本日のお昼ご飯は、一度ね唐揚げ山盛りを食べに来ました。こちらですね、涼香さん居酒屋ってなってますけどね、ここはもう定食が有名でございます。まあ居酒屋風な感じになってるんですけどね。ということで、定食、これ値段ね全部禁止。この一番上がね前唐揚げめっちゃ食べたやつ超大量に入ってたやつですね。はい、他にもね結構ねボリュームメニューが他のメニューも多いということで、まあ今回はね唐揚げ以外を攻めてみたいなというふうに思います。いや、いろいろありますね。ランチ850円って前回来た時と値段変わってないねんね。めちゃくちゃ安いのにこの時期に値上げしてないねんね。この昭和テイストの落ち着いた雰囲気最高でございます。ということで着丼でございますよ。ありがとう、どうも。てなわけでね、またとんでもねえもんが来ました。はい、このとんでもない、伝わりますかこれ。もう生で見たらねほんとビビりますよこの大きさ。なんて言ったらいいの、ソフトボールって言ったらいいのね、拳大とは言いますけども、拳よりも大です、明らかに拳よりも大です。いや、はっきり言ってこんなでかいメンチカツ、あ、これメンチカツ定食ですもう箸折れそう、箸折れそう。本当にこんなねでかいメンチカツ初めて見ましたよ。はい、でこれね実際割ってみましょうか。見てこの分厚さ、これメンチカツかこれ本当に。はい、ということでね、ソースをたっぷりかけて、いただこうかなという感じなんですけど、あのこれパッと上にねソースパッとかけたでしょ、これ全然足りませんもう上に表面にかけただけということで、見てくださいよね。とりあえず3分の1ぐらいにしてみましたけど、どう考えてもこれが、通常の、ね、メンチカツ1個分ぐらいじゃないですか。はい、それにしてもでかいぐらいじゃないですか。でっかいメンチカツ3個分ぐらいですよこれ1個いや本当ね、拳大ね、これ拳大とは言いましたけども、こんな拳よりでかい、まああえて拳で言うならば北斗の拳に出てくる世紀末覇者ラオウ、ラオウ剣王ですね皆さんあのいっぱいね、パチンコパチスロやったと思いますけど、世紀末覇者剣王ぐらいの、拳と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。まあ、スロット北斗の剣やったらね、ラオウが攻撃してきてねパンチやったら、お大丈夫かとか思いますけどもね、こんなメンチカツみたいなねパンチが飛んできたらね、それは嬉しいかもう分かる人にしか分からへんけどね。ということで、これ見てくださいよもうほんと。でまあメンチカツ定食なんですけど、これもね、まあ、850円ということで、このご時世に未だに値上げをしていない、まあありがたいんですよ、ありがたい、非常にありがたいんですけども、まあね、ほんと値上げしてもいいじゃないですかって正直思っちゃいます。はい、それでも来ますよ1000円でも来ますよこれ。はい、正直言って。でこれね、小鉢お豆腐とひじきもつけてくれております。ほんとねこれは、あ、見てください、また2個目、ようやく1個目なんとかね食べきりましたけど、2個目もうめちゃくちゃたっぷりかけましたよソース。さあ肝心のこれ見てくださいよ、肝心のまあメンチカツなんですけど、もうこれジューシーで美味しいんでございますよ。こんなにたっぷり肉使っていただいておりましてですね、はい、まあ、推定ですけど多分1個250から 300g ぐらいひき肉使ってませんこれ本当に。いやー、まあここはね本当アットホームな雰囲気で、まあ お母さんがね名物お母さんで、配膳とかしてくれてるんですよね、元気な。で娘さんかな、うん、娘さんとご主人か大将がねいてくれてます。はい、その家族系みたいな感じです。でご飯1回おかわり無料でございます。はい、
まあ、これね一応普通盛りなんですよ、うん、あの普通盛り以上にするととんでもない飯の量が出てくるらしいですですので、まあ、普通盛りをね、まあ、2回、まあ、僕ね2回目はさすがに少量にしました。少なめで1数言うていやもう今日ね11時オープンね、あのオープン前からちょっと並んでね、あの5分前ぐらいかな並んで行ったんですけど、まあ続々とお客さん入ってきますよ。はい、もう結構ね、まあ、口コミ等でね結構有名だったみたいで、まああのお客さんね、まあ、このねメニューが850円とかですからね、そりゃ絶え間ないですよ。ということで、なんとか私完食の方向に向かっております。まあ非常にね美味しかったんでね、いただけました。まあそこまでね濃くはなかったです。ということで今宵も最高でした。ごちそうさんでした。はい、というわけでございましてですね、長野県上田市にあります、アスカさんでご飯食べていきましょう。どんぶりアスカって書いてましたけどね、どんぶりが有名なのかなと思ったら、カツ丼と卵丼しかないというね、ことなんですけど、かなり定食も充実しておりますが、ね、麺類とかも充実してますが、やはりここはですね、どんぶりなんです。はい、とんでもない丼が降臨してまいりましたもう溢れ倒しております。ね、こういう丼もにある蓋なんて当然のようにできません。見てください。丼のカツ丼の漫画盛りになっておりますいやえぐい、これはえぐい、見てくださいよ、もう溢れ倒してます。もうどうやって食べていいのかがね、ちょっと迷いますね。もうどん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 ね外に崩れていきそうなということで、この厚みのある食べ応えのあるカツにね、ご飯がぎっしり詰まっております。はい、で、付け合わせとか、付け合わせというかね、あの小鉢みたいなのがいっぱいありましてですね、これねお味噌、うん、これ ね、お漬物ですね。これまたうまいしね、あの隠れてますけどお豆腐もありますしね、お味噌汁も具沢山でございます。はい、いやーこれはなかなかのもんでございますよ。これ、ね、実はまあ一応大盛りにしております。はい、でまあカツ丼もね、お出汁が効いて、甘めのお出汁が効いて非常に美味しいでございます。はい、お味噌汁は風まで入っておりましたね。でこれね一応大盛りにしておりますけども、普通盛りで大概、結構なボリュームがあるというふうに聞いておりましたので、ここでね、まあ、思い切って大盛りっていうのがあったんで、大盛りいいですかって言ったら、兄ちゃん食べれるかいっていう感じでね、マスターのおっちゃん、あの大将のおっちゃんがですね、聞いてくれましたけど、あれちょっと結構食べれると思うんでいう感じでしてもらいました。いやちょっと一瞬引きましたね、あのボリュームねといってもね、大将のおっちゃんはね結構気さくな人ですよ。はい、いや大盛りってどれぐらいなんですかって言ったら、隣でねあの常連さんかな、あの普通のカツ丼並盛りを食べてる常連さんみたいな方がおられましてですね、並盛りがこれぐらいや言うてで常連さんもねこれぐらいですよって答えてくれてね、めちゃくちゃアットホームないい感じの、ほんとね昭和の雰囲気、大好きな私のね昭和の雰囲気たっぷり残るね、食堂でございます。はい、ということでね、もう極厚のね、カツとこの大量のみっちみちに詰まったご飯丼の中はねもうほんまご飯みっちりですからね。でご飯がね若干ね、じゃあ残ってくるんやったらこのね、お味噌とかねお漬物とかねこういうので一緒にご飯いただくと最高でございますよ。もうご飯粒ついてますねということで、トラックもね止めれる大きな駐車場もございます。はい、国道254号ですか、沿いにございます。はい、トラックも止めれて、美味しい満腹ご飯も食べれる、お食事処アスカさん、ごちそうさでした。大満足。ここで食べていこうか、杉の屋さんで。うわ薪ストーブ炊いてんのかな、ここ。最高やな山小屋感が半端ない。いいじゃん、ね、はい、というわけでございましてですね、今日は杉野屋さんでね、
お食事していきましょう。9ヶ月ぶりでしたねということで、こちらもつ煮定食をいただきたいと思います。ちょっとねもつ煮食いたかったんですよ最近ね。ということで、これ野沢菜とじゃがいも煮たやつかな、と味噌汁ご飯、これはたまりませんな。ということで、おっとピザここ実はねピザが美味しいって言ってね、聞いてたんですよ。はい、ということで、ちょっと時間もあったんでピザを焼いていただきました。それでもね15分もかからなかったぐらいですかね。でこのもつね、ここね前回はねカツ丼いただいたんですけど、カツうまかって肉うまいなあ思っとったんですけど、このもつもうまい。いやびっくり、もつもねプリプリでうまかってね、この野沢菜も美味しいしね、でこのジャガーね、ジャガーホクホクジャガーでございます。ほら見てこれたまりませんな、こういう小鉢がついてくるのありがたいですよね。ということで、まあほんとねこのプリンプリンもつね、ほんと柔らかくて美味しいのよ。でよう見たらねもつオンリーもつしか入ってなかった。あ、なんかこんにゃくとかなんかそういうのね、かさ増しとは言わんすけど結構あるんですけど、もつオンリーですねでこのピザザーピーですわね、トマトソースのエビバージョンにしましたけど、何やったら自家製ベーコンっていうのをやったんやからね、そっちでもよかったね。でもこれも美味しいわ。1枚1000円なんですけど、この大判の手作りピザが1000円、めちゃくちゃ美味しい。今回僕ねエビバージョンにさせてもらったんですけどね、生地もなんかどうやって手作りらしいですよ。はい、これは美味しい、これ絶対お得。まあ一人でね頼むとなかなかの量なんですけどねまあこう家族とかで行ったらね、ぜひ行ける時と行けない時あるみたいなんですけど、行ける時はねぜひ食べていただきたいと思いますよ。これこんなボリュームある、1000円はほんま安い。こちらね国道142号線、はい、東から来るとね和田トンネル、新和田トンネルのちょっと手前ぐらいですね。はい、国道沿いにございますんでね、大型トラックも止めれます。はい、いやーこの雰囲気、山小屋感、峠の山小屋感最高ですよ。でね薪ストーブだけじゃなくてね、このお店のね店員さんのね雰囲気もちょっと最もいいんですよ。ということで、これねごちそうさんということで終わりかと思いきや、コーヒーサービスです。お分かりになりますか？押したらいいですか？はい、ですね、これを入れて、これを押して、はい、これスイッチでこれを押して、これはね点滅してるのが点灯にピタッとついて変わるんで、そうするとここがつくので、これを手前にこう、はい、カシャってやってもらうと1人分で出ます絶対わからんかったはい、というわけでございましてですね、見てくださいこの外観いいですよね。昭和の雰囲気たっぷり、川森食堂さん、3年ぶりのご訪問でございますね。3年以上ぶりですね、ここでやっぱ鉄板味噌鍋を食べてみたかった。前回は食べなかったんですね、定食をね確かいただいたんですけども、やっぱここの名物といえばですね鉄板味噌焼き鍋でございますね。はい、見てくださいよこの内装もね、生姜にタイムスリップしたようなね、これおでんなんかもこれたまりませんね。ということで、一品料理なんかもね、こうやってねショーケースに入ったりしておりますけども、さあということで今日のメインでございます、鉄板味噌鍋、こちら1人前950円でございます。ちょっとねプラスして野菜だけ増していただきました。やっぱり野菜をねいっぱい取りたいということで、ある程度、はい、お肉がこうちょっとふわっと白く透き通るというか、はいはい、白くなってきたらもうそんなにこともないんですけど、ちょっとだけ置いといてく
はい、ご飯、まあお肉に火が通れば、はい、いただきます。はい、若干フライング気味かもしれませんが、でもね、もう美味しそうな匂いがね、もう多充満してくるんですよということで、うまいでもやっぱうまい、もうやっぱね、味噌焼きはもうほんと最高にうまいですよね。この鉄板でちょっとね焦げた風味のね、あの味噌がもうご飯とね合わんわけがなくてですね、ちょっと早いかなという感じではございますがですね、美味しいしもう待ちきれないのでございます。はい、いやー、もうお肉も野菜も美味しい。やっぱ野菜ね、ちょっと追加して嬉しいですよねこれでちょっとね野菜取ってるっていう気分にもなりますけども、いやー、めちゃくちゃ美味しいね。ほんとこれ1人前ね、ほんと値段も安いしね。あとね、ご飯は大、そしてこれを忘れてはいけませんね、おうどんでございますね。やっぱ味噌焼きにはうどん味噌焼きうどんでございますからね。ということで、まあ基本的にはね、まあまあ半分か3分の1ぐらい食べたら、あ、うどんをね投入という感じでございます。あとはでも自分の好みで混ぜて、美味しい感じでねいただければいいんじゃないですか。これはもういいんですよ、美味しければ。とはいえですね、私優等生でございますから、先生の言うことはちゃんと聞くのでございます。はい、もうちょっと煮て、もうちょっといいですか、なんか色が朝、なんか薄そう、もうちょっとこう煮詰めてもらえば、あ、濃くなってくるね、はい。そうそうそう、なんかこうほらこの辺りがとろっと正解ですわ煮詰ましてもうて正解、うん、やっぱりね先生の言うことはちゃんと聞くべきやね。40超えて分かりましたわということでね、いい感じに煮詰まってきてドロッドロになってきましてですね、やっぱりこれが正解、やっぱこれが正解ですわやっぱね先人の知恵はねしっかりと聞くべきでございますよ。はい、いやということでね、非常にさらに美味しくなりましてですね、さらにご飯が足りないぐらいの勢いになってきましたが、もうお腹もだいぶパンパンでございます。はい、まあね、おじとらさんとかもテレビのねなんかあれで、来たりしてましたんで、かなりね有名なお店になったと思うんですけど、やっぱりねほんと美味しくて、このね雰囲気ももうたまらなくてね、お値段もお安いということで最高のお店、川森食堂さんでございました。いや、またすぐに食べたくなるね。というわけで、もう完食、お腹いっぱいでございます。ごちそうさんでございました。あの建物が第二繊維会館、渋いな。はい、というわけでございましてですね、こちらがですね四日市第二繊維会館でございます。外観ちょっとねわからんでしょ。でこちらがね定食券っていうのを買って、300円の一品ライスと一品商品とライスと味噌汁漬け棒みたいな、こんな感じなんですけど、ちょっとねルールが若干複雑でございますんでね、ちょっとねまあこういう感じでね自分で取っていくスタイルでございます。やっぱりねこれ港飯ですからね、港のね繊維食堂ですから、これお魚いいですね。ということで初ガツオがあったんでね、これめちゃくちゃ美味しそうやな思って取りました。これねやっぱねカツオねお刺身でいただけることはそれだけ新鮮やないとねなかなか難しいでございます。でご飯に、焼肉合成になりましたね。ということでね、早速こちらね、今うまそうなもん、これまあうまいに決まっちゃうじゃないですかね、ほんと新鮮。ね、カツオとかねちょっと古くなったりしたら臭みとか出ますけどね、血合いみたいなところの部分とかも全然ない、めちゃくちゃ透き通るようなうまさ、さすがでございますね。でこのね焼肉ちゃんもねご飯がバンバン進む味付けの、ね、ご飯が足らんご飯大盛りにしてもうたけどご飯が足らんですわこれ。
でこのお味噌汁もね、脇役ながらですね、すっごい出汁が効いててですね、めちゃくちゃ濃いめの味噌汁、美味しかったですわ。まあ、こちらですね、ちょっと特殊でございましてですね、まあ、ベースが550円となってますけども、おかずが300円で、ご飯並で、お味噌汁漬物ぐらいですか、それのベースであれば550円なんですけど、まあ、ちなみにこの焼肉、これね450円なんですよ。はい、450円なんで、300円のおかずからしたら、プラス150円を払うっていうことになるんで、まあこのね、お作りなしでこの定食を頼むとすると700円ですね。はい、プラス150円するんで550円に。で、ご飯ちょっと僕大盛りにしてるんで、これが多分プラス50円ぐらいですわ。で、このまあ単品でね、初ガツをいただいたみたいな、そんな感じの計算でございますね。これなんかどうやらだから宿泊もできるそうなんですよ。で今日はね、団体さんがちょっとおるんで狭いんですけどって言っててね、団体予約さんもなんかね、用意してましたわ。ということでね、僕この激渋のね船員会館最高でございました。お腹いっぱい、ごちそうさんでした。ここはフラワーロードやって、フラワーロードいいですね。ここにポツンと出てきました、パンダ食堂。駐車場広い。はい、というわけでございましてですね、結構リクエストをいただいておりました、こちらのパンダ食堂いい名前ですよね。まあ、四日市鈴鹿の間ぐらいです。まあ住所的には四日市ですね。ということで、メニューがいっぱいございます。はい、結構ねがっつり食えるということでございます。まあさっきね、夜の定食とかもねなんか出ておりましたけども、とりあえずやっぱこっち来たね、トンテキいただきましょう。見てください、ご飯の盛りがすごい。でもこれトンテキね、ニンニクちゃんがたっぷりプリプリ乗ってますねもう肉厚もやばそう。いやすごい、見てご飯の膨らみ、ボインちゃんですよ。いやー、ということでね、見てください、これまあね、プラス100円で大盛りにしたんですけど、まあご飯大盛りしがいがありますね、これやったらねいやほんとキャベツもたっぷりでね、見てこれ、うわもう一個もんですわ、一個もんね、これかぶりつきでしょ、もう間違いなく。いやうまい、うん、いやもうこれね、まあ、見た目ね濃いそうな、めちゃくちゃ濃いタレみたいな感じですけど、そこまで見た目よりは濃くない。でもしっかりとねご飯の進む、コクのねあるうまいタレなんですけど、しつこすぎないという。いやほんでね、肉もね、この肉厚でねブリンブリンのトンテキでございますよ。いやもうこれは最高でございますね。でこの味噌汁もね、隠れながらね、これがまたうまいのよ。ほんと出汁も効いててね、旨味たっぷり味噌汁でございます。うん、いや味噌汁からね、何から一品一品美味しい、ご飯も美味しい。まあだご飯がうまいのね、ご飯自体がそこまでね、だからねブリンブリンに汚さんでもねブリンブリンに汚すってないねっていう感じなんですけど、ほんとねご飯もご飯で単体しっかり美味しいご飯がこんなたっぷりいただけます。このトンテキもいいんですよ。あとトン焼き定食いうのもあるんですけどもね、リピート確定した理由がありましてですね、表にね夜の定食唐揚げ定食っていうのがあったんですけど、それをね頼んでる人が結構多くて、持っていく時見たらめちゃくちゃ唐揚げ持ってたんですよあーこれめっちゃ食いたいと思って、もう次はね必ず唐揚げ定食、夜の定食唐揚げ定食あったらそれ絶対行ったら思ってるんですけどね、もう森がね、おすげえと思ってもうこのトンテキもトンテキで美味しいんですけどね、もうこれメニューもここ豊富ですからね、何回も来たくなりますね。ということで、いやこのパンダ食堂、おすすめでございます。トラック野郎御用達になりますねこれは。はい、ごちそうさまでした、お腹いっぱいです。すげえ雰囲気、食べ放題、
ということで、ちょっと変わったお店、群馬県甘楽郡の下仁田にあります、もぎドライブインさんでございます。はい、ここは味噌おでん、が食べ放題200円で、これ見てください。なんとですね、井森美幸さん、そう、群馬県が誇る大スター、まだまだ誰のものでもないでおなじみ井森美幸さんがですね、昔、アルバイトをしていたというお店で有名なもぎドライブインさんでございます。はい、もうすでに変わっておりますねということで、メニューは見ていきましょうということですが、全部安めちゃくちゃ安いんですけどね、これ、店内もですね、この昭和レトロの雰囲気たまりませんね、このね。で、これですよね、味噌こんにゃく、味噌こんにゃく、これが200円で食べ放題でございます。いや、美味しそうですね、これね。あの、自家製、あのこんにゃくも自家製で、味噌も自家製だそうです。はい、いや、これいいでしょう。これ自分でね、セルフでね、つけて、たっぷりこれ濃厚なお味噌をつけてですね、いや、これも見てくださいよ、もうたっぷり濃厚たまりませんね、ということで一口いただきましたけども、もうめっちゃくちゃうまいこれめっちゃくちゃうまいよマジで、ほんま。もう真夏でね、とりあえずね、暑い中おでんをいただくというね、もうダチョウ倶楽部並みに、はい、ね、自虐的なことをしておりますが、それをもう超越するぐらいのうまさ、これはうなる、ぜひいただいてほしい。しかも200円やからね。ということで、さすがにこれだけではね、申し訳が立たないので、あの、安くて、安すぎてめっちゃいっぱい頼みました。野菜の天ぷら、もつ煮で、それの定食ですね。で、これに、味噌こんにゃくですね。もう何からいただこうかという感じでございます。お味噌汁かと思ったですね、これなんとですね、あの、キノコ汁、めっちゃくちゃでかいキノコが入っております。はい、これ美味しいわ。もうめちゃくちゃ濃いお出汁出てるわ。で、これ山菜ね、なんか聞いたんやけどね、なんか忘れたなわらびやったかな、山菜は覚えられん。ほんで、これ、あの、もつ煮見てくださいよ、もつしか入ってへんすごいよね、もうプリプリで柔らかいもつがもうたっぷり、これ単品300円。はい、で、あの、この野菜の天ぷらね、これ定食にしたんですけど、ご飯とね、このお汁とね、小鉢がついてきて、これで600円、めちゃくちゃ安いでしょで、このね、こんにゃく食べ放題、これ200円、これ全部で1100円、もうすごいでしょこれこのご時世めちゃくちゃ安い、そして美味しい。で、ちょっとね、あの、過ぎてしまったんですけど、あの、この緑色のね、野菜天ぷらの緑色のやつあるじゃないですかね、やっぱりこれ、あ、ネギ、もしかしてネギの、あの、上の緑の部分の天ぷらとか、そんなんかなと思って食べたらね、ピーマンでした困惑しましたけどね、一瞬ね。いや、正直言ってね、あの、ネギの天ぷらなんて初めて食べたって言おうと思ったらね、あの、ピーマンでしたでも美味しいですよ、うん、美味しい美味しい、本当こんな値段でね、こんな美味しい料理の数々いただけるとはね、本当、あの、井森美幸さんパワーだけじゃなくてね、本当お店としてもごっつしっかりしてる。はい、いやーね、本当さすが昭和を生き抜いてきたね、お店でございますよ。はい、もう見てくださいよ、本当もうプリプリもつがね、もう本当ご飯が進み倒して仕方がないでございますよ。はい、で、またね、あの、お店のお母さんもね、もうめちゃくちゃええ人でね、ほんまごっつええ雰囲気でございますわ。で、こんにゃくね、あの、2本目いただいたんですけどもね、はい、僕1本目取った時はね、まだね、そんな、あの、ちょっとね、火一回止めてたからぬるめやったんですけど、そっからね、あの、ごっつ、あの、しっかり火入れてくれて、もう2本目取りに行く時はね、もうグツグツでございました。はい。いやー、でもね、もうこの熱々おでん、もうこんにゃく、ほんとお味噌と両方美味しい美味しい、他のメニューも美味しい美味しいということで、もうほんと大満足、もうめっちゃお腹いっぱい、ごちそうさんでございました。
はい、というわけでございましてですね、天気がよろしいでございますね。ということで、ね、ちょっと衰えた体力を、ね、回復させようということで、ウォーキングでもするなんて気持ちいいじゃないですか。ねえ、ほら。まあ、この辺りはね、こうやってもうね、周りも歩く、おっとっとっと、なんか、おっと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 、チュンチュン食堂。はい、ということでございましてですね、あからさまに、確信犯的看板でございますけども、ここがいいんですよ。まあ一度来ましたけどもね、えここのね、ご飯おかず見てびっくらこきますせということで、今回はですね、コンビメニューというものをやっていました。2種類のですねおかずがいけるということで、これね、ご飯前にコーヒーまでくれました。これ見てください、店内の雰囲気いいでしょうということで、これ出ましたいきなりの漫画盛りでございます。そしてこのコンビ定食、鶏天とスタミナ焼き、あ、逆に紹介しましたね見てください、このボリューム。そしてですね、副菜も3種類、見てソフトボール、ソフトボールよりでかい、はるかにでかいものを持ってるような感じでございます。はい、ということでね、先にお値段発表しちゃいましょう。今日ね、これね、こんだけ全部ついてですね、税込み960円でございますいやすごいでしょこれもね、スタミナ焼きうまいびっくりするぐらいうまかったですけどね、結構ね、やっぱ九州の方ってね、甘めの味付け、私大好きなんですよ、濃いめの甘めの味付けでございますわ。もうこれご飯がね、もうめちゃくちゃご飯も美味しいんですけどね、もっちり柔らかなね、このご飯も美味しいですけど、どんどん進みますよ。はい、でこの鶏天ね、これ何個入ってんねんっていうぐらいボリュームありますよね。ということで、この辺もね、食べた瞬間柔らか、これ見てください、この声か顔、どういう顔か言うとですね、このね量、この味付け、美味しさ、このまた鶏天の柔らかさ、なんで960円やねんという、私困惑しております。はい、正直、いや、何がどういう風に働いたらですね、このメニューをですね960円で出せてしまうのかという感じでございます。はい、まあ最初にね、これコンビメニューと言いましたけども、いろんなね、ほんと数多くの定食があります。はい、これのですね、一品一品をですね、ダブルで、まあ、コンビでね、選ぶことができるんですよ。だからまあ通常メニューやったら、こういうね、左側の鶏天、スタミナ焼き、おかず1個なんですけども、はい、コンビプラス300円でコンビにできるんですよ。このおかずのボリュームすごいでしょちなみにご飯、これこの漫画盛りね、大盛りって言うたらこれぐらい出てくるんですけど、これも無料なんですよ。はいすごいでしょ。いやー、これね、メニューね、ちょっと最初の方にお見せしましたけど、まあ停止して見ていただくか、まあね、ちょっとググっていただいて、いろんなメニューあります。はい、もうコンビ、このいろんなね、人それぞれのね、皆さんのお好みのね、コンビで食べていただければですね、無数のね、無限にですね、無限大にここ来れますよ。まあ、ここ、多分ね、ほぼほぼ全メニューね、1000円以下です。はい。副菜もね、これほうれん草に漬物にね、マカロニサラダもついてたしね、もう。いやもうね、言うことなし、贅沢の限りのツンツン、あ、チュンチュン食堂でございます。はい、営業時間がですね、なんと11時から14時の間ということでございましてですね、もう100点満点の960点でございます。はい、最高でございました。お腹いっぱい、ごちそうさんでした。湖西市でしたっけ、静岡県ですね、まだ多分湖西市、静岡の端っこの方なんですけど、ちょっと行きたかったね、食堂をちょっと行ってみようかなと。あけぼの食堂ですよね。はい、ということで1号線のバイパスから、多分これ旧道に入ったところやと思うんですけど、お食事、あけぼの、あけぼの食堂というところですね。ここ来たかったんですよ。メニューはこんな感じになっております。またね、よかったら止めてね、ゆっくり見ていただければ、いろいろメニューございますけど、やっぱここはね、魚ねえと、今回はですね、ホルモン焼き定食に、右に見えておりますね、なんか物体が見えておりますけども、とりあえずはホルモン焼き定食、これね、貝汁ですね、ご飯は大盛りで、これマグロの釜焼きでございます。でかい。
すっげえド迫力でしょもうねマジあけぼの感というかね、あけぼのはあけぼのでもですね、第64代横綱 あけぼの太郎の定価っていうぐらい、でかいもうこれはでかい。マグロのカマいうのはね、まあ、エラの近くの部分でございます。はい、骨の周りにですね、こうやってね身がね詰まっとるんですよ。まだまだねこのついてる身がねまた脂が乗ってる感じでね、そして引き締まってる感じ。この骨の周りの肉ってなんでうまいのね。まあカマって言うたらね大トロの近くでもありますからね、脂乗った部分もありますし、こうねいろんなところをほじくっていったらですね身がとプリプリプリ出てくるわけでございますよ。もう美味しいことこの上なしでございます。でこれ貝汁ですね、普通に味噌汁とかじゃなくて普通にね定食頼んでこの貝汁がついてきました。ありがたいでございます。美味しいね。このねマグロのカマはねなんか直時価だそうでございます。はい、多分ね合計多分800円ぐらい減ったんちゃうかな。いや安い安い本当ね。もう顔もほころびますわ。もう口の中でね魚ちゃんもほころんでおりますわ。いやこのね骨の裏とかにいろいろ隠れてるのを発掘していくの面白いですね。本当考古学者のね吉村作治並みに発掘してますねということで、ちょいちょいねあれしてましたけどホルモンちゃんをね忘れておりました。もうそれがもうねまたこのホルモンちゃんも、うん、絶品なんですよ。はい、味噌系でねてっちゃんとレバーとかが入ってましたけど、ね、全然臭みもないしね、もうほんま飯が進み倒すわけでございますよ。いやまだ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 発掘作業続いてますよ。いや本当はねもうご飯をねこれどんどん進むからおかわりしたい部分はあるんですが、やっぱ釜も頼んでね定食も頼んでね1800円ぐらいかかってますからね、ちょっと予算オーバーさすがに予算オーバーですけど、これでもね久々たまに来るとかねなかなか来る機会なかったらねこれはもう食べる価値大ありですよ。これね皮のと身の間のねプルンプルンのとこも最高に美味しいね。いやこんだけ魚食うたら絶対僕頭ようなるでしょこれ。はい、 DHA もたっぷり取れます。私も頭が良くなりました。社長ありがとう。ということでねもう頭も良くなったということでさらに入念なチェックは続きますねいやこれぐらいね仕事の方もね入念なチェックをしてほしいものでありますけどもいやほんとねもうここでも他にもねやっぱ刺身とかもねあるんでしょうし、ランチタイムとかやったらねお得にもいただけるみたいですよ。ということでいやまたホルモンもねしっかりまだ残ってましたわほんま。いやもう満足満足美味しすぎてもう見てください、もう理性崩壊してますよということで、最後ね、怪獣ですか、あしっかりいただいてですね、あまだまだ最後しっかりお掃除して大満足、美味しかったごちそうさんでした。はい、というわけでございましてですね、野郎飯大泉店にやってまいりました。私野郎飯、初野郎飯でございます。なんてすがすがしい名前なんだということでメニューの方こちらになっております。どうやらチェーン店のようですね。私初見山でございますけど、やっぱここはね生姜焼きやらもつ煮あたりがねなかなかいいんじゃないかなと言われております。ということで、一番ね、まあ、ベタなとこ頼んでいこうかなと。チキン南蛮とかもあるね、美味しそうやね。でこれパッと一番でかく目についた温玉店やで、これこれまたうまそう。ということでこのようなセットになりました豚の生姜焼き、特盛りサイズ、肉とキャベツがてんこ盛りやで、これね、240円プラスで味噌汁が温麺に変わりました。あとさっきのね卵、煮卵天ですね。でご飯大量ということでございます。はい、さあご覧ください、この並々にそびえるキャベツの山山山、その上に乗っかる肉の山ということでございますですね、これは痩せる、うん、これは痩せる痩せるわけないかもうねこのご飯もねたっぷりでございます。はい、でこの肉ね厚切りのねごつ切りですね。でこれ顔見とってください、顔芸入りますよ、顔芸。うんもうこの顔が物語ってるでしょ。
これね、あの豚の肩ロースですね。肩ロース、いやめちゃくちゃ柔らかい、びっくりするぐらい柔らかかった。でこのオンメ、オンメですね、これラーメンじゃないですね、オンメですね、まあ冷麺をねあったかくしたような感じで、キムチとかも入ってますしね。いやこれはこれでね、ちょっとさっぱり系になってね、またこれは美味しい。うん、いやこの生姜焼きがたまらん。うん、あのねソース、あのタレはね甘々系じゃないですか、結構生姜ねパンチ効いてますよ。うん、生姜の風味がねパーンときますね。はい、でまあでも旨味もね、あのソースのね旨味もめっちゃあります。タレで超絶食べ応えのある柔らかい肉、これはご飯が進まんはずがないということでね、これね、あの野郎盛り、まあ並盛りがあって、野郎盛りっていうのがあって、その上に特盛りがあります。はい、野郎盛りっていうぐらいから、野郎盛りが一番でかいかなと思ったら特盛りが一番でかいですね。野郎盛りっていうのが並盛りのちょっと増量バージョンで、特盛りっていうのが超増量バージョンですねちなみにご飯はね、あのちらっとね見えたんですよ、 450g 入ってました、うん、グラムが見えたんで。でこれ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 、卵ちゃんね、ついに来ましたよ。見てください、この黄金に輝く卵ちゃんとご飯、これがうまくないはずがない。口の中で広がりますね。おっと、さらにこれを肉で巻いてしまうという、こんなハーモニーがあってよろしいんでしょうかということでね、やっぱね野郎飯っていうぐらいがね、本当に野郎飯の盛りしてくれてましたね。営業時間は10時半から夜の22時ぐらいまで、だったと思いますね。はい、であの店員さんとかもねすっげー愛想いいんですよ。野郎飯っていうぐらいからね、なんか僕みたいな海賊みたいなね店員さんがいっぱいおるのかな、まだそんなことないですよ。ということでね、もう大満足でございますね。はい、最高に美味しかった、ごちそうさまでございました。絶対また来たいね。というわけで時間がちょっとあるのでね、ドライブインアローズで食っていきましょう。また今日も撮ったね、撮っちゃったね。ということで今日はホルモンうどん、ここでは初めて、あと豚汁、飯大でチキンカツキャベツ付きということですね。まあこれね、もうとりあえず、まあいつもの恒例のね、このデカマヨネーズから野菜を先食べるという恒例の儀式でございます。野菜を先食べたら太らんということを未だに信じているこのおっさんの儀式を見届けた後はですね、さあ食べていきましょうかということでございましてですね、ホルモンちゃんうどんでございますが、さあここのホルモンうどんはうまい、これがうまっ、もう顔色変わるやつね、僕のよく出るうんってなるやつね。もうね、焼肉のタレで焼いてますいう時にこのうどんを掘り込んだみたいな感じだからね。もうね、あのうどん食うでしょ、これホルモンうどん食うでしょ、もう本能的に勝手にね気づいたら箸がご飯に向いてるってやつです。もう本能的にご飯が欲しくなる、もう空気を吸うかのように飯を食ってしまうというこのホルモンうどん最高ですね。でこの豚汁ね、豚汁これもねまた具沢山でね、ごっつ出汁がええー、感じに出汁がよう効いてますわね。ほんま具沢山、野菜こんだけ、やっぱ野菜こんだけ食ったらね、もうほぼほぼカロリーゼロですよ、もう相殺されてゼロっていうやつですよ。でこのね、また恒例の揚げもんちゃんね、これキャベツがついてくるんですよ。結構唐揚げ系とかね、こういう揚げ物にはね、あのキャベツついてくるんですよ。ありがたいね。これいくらや思います？これ350円ですよ、キャベツ付きで恐ろしい。でもチキンカツね、普通はあの結構ね胸肉のね、もうペラペラのねやつとか結構あると思うんですけど、桃使ってくれて、桃柔らかいジューシーでめちゃくちゃうまい、ごっついやつが4つも入っとったねこれほんま、いやもうここね、ほとんどのメニューがねもう500円ぐらいなんですよ。でまあホルモンうどんだけね、これ760円するから、もうこの中では高いなとちょっと思っとったんですけど、これは食った方がいいかもしれんね。うまいね、やっぱそれだけの味するわね。他が安すぎるんですよこれちなみにね、大飯が180円、安いね。豚汁が200円、うん、これも安いねということでね、まあ1000円以上は使ってるんですけど、ここで1000円以上使うたらね、ほんと腹はち切れますよほんまにいやここのね、ほんとドライブインアローズね、もうトラック野郎御用達、もうほんまどんどん入ってくるから、もうね、ここはほんと安くてうまくて量がすごくて、もう
まだまだね、食ってないメニューあるしね、もうまだまだ小屋んと飽きませんね、ここだけはね、ほんとずっと続いてほしいなと思います。ほんと2号線通るのがほんま楽しみだ。ということで超満腹ごちそうさんでした。ご飯屋高岡の里、ちょっと久しぶりですね。ここはね、駐車場でかいから助かるわ。はい、というわけでございましてですね、久しぶりにやってまいりましたですね、ご飯屋高岡の里でございます。ここはね、もう何しか安いね、安くてボリューミーでございます。そういうメニューがあってね、こういうお惣菜バイキングとかもあるんですよね。ということで、あ、おでんもある。今から夏に向けてですが、おでんもまだありますよ。ということで取りすぎてしまいました。やりすぎた、これはやりすぎた。これね、牛すじ卵とじ丼で、このうどんのセットで、この惣菜バイキングも取ってしまいましたよ。見てこの詰まり方、やばいでしょね。もう普通のね、この丼とうどんのセットのレベルを超えている。なぜかというとですね、これ両方大盛りにしちゃったんです。いやね、レジ行った時に、これ大盛りできますかって聞いたら、どっち用ですかって言われて、え、どっちもできんのかなって、両方って言ってしまったんですよね。いや、ほんならね、ご飯たんまり入ってる。で、うどんもこれ2玉入ってるんですよ。で、この惣菜バイキングも取っちゃったでしょね。え、惣菜バイキングは春巻きにこの唐揚げ、大きいね、唐揚げで、この右に見えてんのがサーモンフライで、左の上かな、がハムカツですね。もうこれ、まあ、100g190 円ということでね、もうまあ、500円ぐらいでしたかね、この惣菜ね、バイキングのセット。いやー、このね、で、この牛すじのね、卵とじ丼、これまたうまい、めちゃくちゃ美味しいのよ。これ来たら大概食べるもんね。これこれ出ましたね、ハムカツちゃんね、もうコロッケみたいな分厚さしてますけどね、もうなんかペラペラのハムかな、また見て、この極太のステーキ、ハムステーキが入っておりました。いや、これ食べ応えめちゃくちゃありますよ、おすすめです、めっちゃ美味しかった。で、このうどんもね、ほんと美味しい。うん、丼にセットにするとね、200円でうどんがね、ついてくるということで、まあ大盛りにすると確かプラス130円、2玉になりますからね、もう どえらいボリュームになりますよ。ちなみにね、この惣菜バイキングですかね、お持ち帰りとかもできますし、まあ、店内でね、食べるんやったら、レンジもありますからね、温かい状態で食べれますよということで、ほんまね、やりすぎたっすわ、俺正直。これ俺食い切れっかなって一瞬思いましたもんね。まあ、最悪あれかな、惣菜バイキングとかはなんか容器代ぐらい払ったら、もしかしたら持ち帰ったりできるかもしれないですけども、取りすぎには注意しましょうという感じでございます。ちなみに関西ではですね、このおうどんね、揚げ玉が入ってるんですけどもね、揚げ玉入ってるうどんのこと、ハイカラうどんって言うんですよね。はいはいはい、ハイカラさんが通る優しい心を振りまきながらのハイカラなんですけども、なんでハイカラって言うんでしょうね。分からんけど、なんとなく馴染みは、分かりやすくて好きなんですけど、このフレーズ。ということで、めっちゃくちゃお腹いっぱいになった。大満足、美味しかった、ごちそうさんでした。おっと、来たね、おい。大量に頼んでますね、これね。カツ丼に、これね、カツ丼とザルラーメン、ザルラーメンと、これね、惣菜バイキングがあるんですよ。もうこれ見て、これごっつごつのボリュームでございますね。このカツ丼のカツ、カツもですね、これ、600円で極厚のカツ、極厚のカツにこの冷たいザルラーメンがうまいんでございますが、これを大盛りにしております。大盛りにするとですね、ダブル2面となっておりますね、大盤振る舞いで。この惣菜バイキング、今回はですね、唐揚げ2個と、これね、1本目これ串カツ、
ね、豚と玉ねぎの串カツちゃんでございます。はい、もう一個がですね、うずらの卵の串カツちゃんでございますね。はい、このお店でね、1000円ちょっと食おう思ったらね、もうほんまね引くぐらい食えますよということでございましてですね、このカツ丼おいしい、これね、あのさっき言ったうずらですね、うずらの卵の串カツちゃんでございます。はい、いやほんとね、もうザルラーメン、もうこのね、この時期ね、あの冷たい麺がやっぱ美味しゅうございますわ。もう冷たい麺やったらね、もう何ものも食えるような気がしますね。はいそうめんに冷やしうどん、ザルラーメンと美味しい季節になりましたということで、こちらね、カツ丼がっつり完食しましたね。で、この唐揚げ、串カツ、ザルラーメンダブル、もうね、後半毎回なんですけど、毎回きついっす勉強しません全く勉強しません。はい、お腹いっぱい安くいけますよということで、大満足、お腹いっぱいごちそうさんでした。はい、ということで、国道2号線沿いの飯どころうかい屋さん、トラポートでございますね。はい、こちらで軽ないな、茶色いな、なんか軽くとか言ってたけど茶色いなということで、こちらですね、うかい屋丼と、これタレ焼きそばというもんで、タレ焼きそばはね、前回いただきましてですね、私ハマっております。はい、でこのうかい屋丼なんですけど、このうかい屋丼ってどんなんやったかなと思いましてですね、ここね、前までね、あのメニューのとこ写真あったんですけど、なんかちょっとメニュー表変わりまして、まあ若干の値上げがあったんですけどね、ちょっと写真がなくなっててね、うかい屋丼ってどんなんやったかなと思って、あの多分食べたことなかったんで一回頼んでみたらですね、もうあの肉肉という感じになりましたね。はい、まあ、うかい屋丼で、まあ牛焼肉丼みたいな感じですね。はい、でこのタレ焼きそばも、まあ焼肉のタレみたいな感じで絡まってますね。味は非常に似ております。ちなみにこちらご飯特盛りにしていただきました、プラス100円でございます。はい、でね、ここの店員さんね、もう非常に優しくてね、いい感じの人なんですよ。ほんとね、あの撮影いいですか言ったら、あ、どうぞどうぞ言って、であの食券もね、あの値段一緒に取りますか言うてねあ、大丈夫ですよ言うて、もうこちら全部で、1170円かな。いやー、この量でね、この金額、やっぱトラポートさん安い。ご飯もたっぷりいただきました。タレ焼きそばも非常にもう皿ごといっておりますねということで、いやー、満腹満腹ということで、美味しかったごちそうさんでした。と、空いてるかなと思いましたが、空いておりました。ありがとうございます。まあこちらね、メニュー表となっておりますが、おー基本あの味噌焼きうどんってあの店員のおばちゃんが聞いてくれます。はい、もうだいたいね、味噌焼きうどんですよ。もうこれね、ボリュームすごいでしょ、ほらねえ、ちなみにですね、これまあ通常のね、ほぼほぼ2倍です。はい、麺2倍で、うどんをね、2玉入れております。で、プラスしてね、これごっついでしょう、牛ホルモンと、ほんで、豚とをしておりますんで、もうほぼほぼ2倍盛りですね、2人前ですねこの肉やね、ホルモン、すごいでしょ、ごっついでしょ、肉やホルモンをこのうどんとかね、野菜とかの下に入れて、でまあ蒸し焼きにする感じですね。うん、これで、ええ感じにできたという感じですね。いやー、一口いただきましたが、うまいねー結構味噌焼きでピリ辛なんですよ。うん、でニンニクも入ってるしね。うん、ニンニクは一応ね、50円かかるんですけど、まあ入れた方がいいです。はい、これめっちゃうまなるんで。で結構ね、タレはピリ辛、めちゃくちゃ濃いっすご飯がめちゃくちゃ進みます。はい、ご飯がなんぼあってもタラのちゃうかよぐらい、濃い味噌焼きで、これね、ホルモンね、でかすぎてちょっと早かったですということで、まあ飯はね、大盛りもつけさせていただきました。ちょっとなんやかんやつけすぎてね、2000円かかりましたまあ普通ね、味噌焼きうどんで、豚か、まあ豚ホルモンかな、ホルモンを選んで、で大盛りご飯とかで言っても1000円ちょっとで済むんですよ本当は
でもね、もう私 あれもこれもね、いろいろつけすぎて結局人用の2倍ぐらい食うてるんで2000円ぐらいになりましたけどね。まあでもこの牛ホルモン、牛ホルモンめっちゃうまいっすよ。うん、あのプリンプリンでね、めっちゃ量も入ってるしね、うん、いやー、ほんでね、これご飯をね超汚しながら食うということです。もう野菜もたっぷり入ってるしね、うん、もうほんと至れり尽くせり。やっぱねこの亀山食堂ね、あのもうまさにね、あの味噌焼きうどん B 級グルメのもう頂点に君臨すると言っても過言ではない。というかやっぱこの辺ね、味噌焼きうどん系めっちゃうまいとこいっぱいあるんでね、まあ甲乙はつけがたいんですけど、ほんとどこ行ってもうまいね、うん。まあみんな言えんのはね、あのほんと昭和昭和がそのまんまですわね。このねコップなんかもほら見てください、この水玉もう昭和でしょ。あの友達の家とかにね、行ったらこういう感じのコップがね麦茶で出てきましたよ。はい、まあ、今はねあの昭和の雰囲気ね、エモいなんか言っちゃってねエモいってなんやねんとか思うんですけど、まあノスタルジーというかね、感慨深い感じというかね、うん、まあそういう雰囲気、あの昭和のね、昭和博物館みたいなのがあるとしたらね、もうそんなん行く必要ないです。ここで飯食うたらリアル昭和味わえますよもう最初ねお店入った時もね、あのお客さんのおっちゃんがね、あのもう初めてですよ、もちろん全然知らんおっちゃんなんですけど、お兄ちゃん儲かってるかみたいな仕事儲かってるかみたいな、大きいトラックで来たから、うん、兄ちゃん仕事儲かってるかみたいな感じで普通に喋りかけてきますからねでちょっとね左上、ね女の人がねエプロンつけて、この人は店員なのか店員なのかお客さんなのか、もうよくわからんのですよその辺がもうお客さんと店員さんのね、区別がつかへん、うんね、本当に、ね、昔のね昭和のトラック野郎のねあの映画を見てるような、それをリアルに見てるような感じやと思います。まあ非常にね、最後ご飯もとっとと食い尽くしましたけど、まあ腹いっぱいですよ腹いっぱいやねんけどついつい手が伸びてしまう、もうお腹キンキンなんですけどついつい手が伸びてしまう、これを中毒と言うんでしょうかね。ほんまね、中毒性のあるこの亀山食堂味噌焼きうどん、ほんとおすすめでございます。はい、結構ね火が通ったらもうとっととね、あの火消しちゃってくださいね、うん、早めに消さないともう結構焦げついちゃうんで、その辺も全部自分管理なんでね、この手の亀山スタイル、亀山スタイルはね、それであの子供の自主性をね育てていったと言っても過言ではないこの亀山スタイル。おっさんらしく顔を拭いてごちそうさんでした。最後にこびりついたやつまでいただいちゃう、美味しかった。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ年末年始ということで、美味しいもんいっぱいありますけども、まあ食べ過ぎにはご注意くださいということで、腹八分目は医者いらずでございます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイダウ。飯が食える飯が食える飯が食えるぞ、飯が食える食えるぞ、飯が食えるぞ。1月は正月で飯が食えるぞ、飯が食える食えるぞ、飯が食えるぞ。日本全国どこへ行っても飯が食えるぞ、飯が食える食えるぞ、飯が食えるぞ。飯が食える飯が食える飯が食えるぞ、飯が食える食えるぞ、飯が食えるぞ。